チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、知的財産権が理解できてない、韓国造船業、ロイヤルティに愚痴、CPTPP は無理、についてです。寒いと思ってちょっと厚着しすぎて、散歩してたら汗かいて、上着脱いだら、汗が冷えて風邪ひきそうになったマリナです。本当に呆れてしまう内容のニュース。そんなものを今回はお伝えします。でもです。これはもしかすると歴史を遡ると、日本のせいかもしれない、そんな風にも感じます。なぜか、それは最後にお話しするとして、そのニュースとは、LNG タンカーにロイヤルティ 5%、韓国業界が汗して建造しても、利益はフランス企業に。2022年1月3日の朝鮮日報からです。この記事タイトルがひどすぎます。汗して建造して、なんという程度の低い愚痴なんでしょうか。試行錯誤し、知恵を出し、失敗を繰り返し、図面を何度も引き直し、テストを繰り返し、その果てにようやく作り上げたもの。それが開発者の持つ権利です。あなた方の汗は、溶接機の放つ火の粉が熱いやら、夏の暑い日に、表で働いたから暑い。ただ、組み立て上げる労働者の汗ですね。知的財産権というのをしっかり頭に入れて仕事しないと、こういう愚痴をこぼさざるを得なくなるんですよ。さて、ニュースの本文です。韓国造船業界は、昨年初めから12月22日までに、液化天然ガス、LNG、タンカー68隻を受注した。LNG タンカーは、1隻あたりの受注価格が、2億ドル、約228億円、に達する。代表的な高付加価値選択で、全世界で発注された74隻のうち、92% を韓国企業が受注したことになる。企業別では、ヒョンデ重工業グループが32隻、サムスン重工業が21隻、テウ造船海洋が15隻をそれぞれ受注した。しかし、韓国の造船会社の素晴らしい LNG タンカー受注実績の背後で、収益を上げている企業がある。LNG タンカーの設計技術を保有する、フランス企業、ガストランスポート&テクニガス、GTT が、受注価格の 5% をロイヤルティとして持っていくからだ。合計すると少なくとも8000億ウォン、約768億円に達する。韓国造船業界幹部は、能力では韓国が上回っているが、金はフランス GTT が儲けている、と漏らした。中略。LNG タンカーで最も重要な設備は、マイナス163度で、液化された天然ガスを運ぶ LNG タンクだ。内部の温度が少しでも上昇すれば、LNG が急激に膨張して爆発しかねず、精巧な設計技術が求められる。夏には、190度を超える外部との温度差に耐えなければならない。韓国造船3社が競争力を持つのは、四角形のメンブレンタンクだ。1990年代まで世界の LNG タンカー市場を席巻した日、日本が採用していた、球形のモスタンクを淘汰し、韓国造船業界が、LNG タンカー市場を支配する足がかりとなった。メンブレンタンクはモスタンクよりも積載量が 40% も多いからだ。しかし、韓国造船各社は独自技術を持たない。フランス GTT がメンブレンタンク設計の独自技術を持っているため、韓国造船各社は LNG タンカーを建造するたびに、船体価格の約 5% の1000万ドルをロイヤルティとして支払っているとされる。昨年68隻の LNG タンカーを受注した造船3社が、ロイヤルティだけで、8000億ウォン以上を、支払わなければならない計算になる。通常 LNG タンカー建造時の韓国造船各社の、営業利益率はようやく1から 2% であることから見て、巨額が、ロイヤルティとして持っていかれる計算だ。匿名の造船業界関係者は、一時、
2億5000万ドルまで。高騰した LNG タンカーの価格が徐々に下落する一方で、人件費や鋼板など原材料コストが上昇し、造船会社の LNG タンカーの営業利益率はだんだん低下しているとした上で、ようやく船を建造しても GPP を儲けさせているのではないかという情けなさを感じると漏らした。海外の船会社は安全性が立証されていない技術の採用を嫌うため、今後も GPP の独走がしばらく続くのは確実な状況だ。この記事を読んで皆様はどう思われましたでしょうか。文頭、受注数を自慢げに挙げますが、それは韓国の造船会社の素晴らしい LNG タンカー受注実績とやらの話で、それだって国が後押ししてダンピングしているからですよね。 WTO に提訴して揉めたいほど愚痴りたいのは日本の造船業の方なんですよ。韓国造船業界幹部は、能力では韓国が上回っているが、金はフランス GPP が儲けていると漏らした。はあ、何の能力ですか。国の力借りて安売りした営業の能力ですか。その後に出てくる韓国造船各社は独自技術を持たない。フランス GPP がメンブレンタンク設計の独自技術を持っている。それが全てなんですよ。いえね、韓国の全てと言ってもいいんじゃないですかね。2019年12月の中央日報の記事タイトルをご紹介しておきましょう。10年かけて開発した韓国産 LNG タンク技術、197億ウォンかけて補修も同じ欠陥。このニュースは以前ラブリー日本でもお伝えしているんです。もうこの2019年12月時点で真似をして作ろうとしたタンクがどうにもうまくいかなかったんですよ。元の LNG タンカーにロイヤルティ 5% の記事に戻りましょう。後半から最後までです。韓国政府と造船3社は KC1 に続く新技術 KC2 の開発に着手し、今年末までに技術を開発する計画だが、世界市場で認められるためにはまだ道のりが遠いと見られている。大型コンテナ船のエンジンも独自技術がなく、高額のロイヤルティを支払っている。ヒョンデ重工業は世界シェア 30% 以上を占める首位だが、独自技術はドイツ企業 MAN、 中国船舶工業集団 CSSCK のウィンタープールガス&ディーゼル WINGD が保有している。造船業界によると、ヒョンデ重工業は大型エンジンを建造する際、エンジン価格の 5-10% をこれら企業にロイヤルティとして支払っているという。大型コンテナ船のエンジンもということですね。何でもこういうことじゃないですか。何にも作り出すことができない。作ることはできるようになったけれど、開発力がないんですね。たくろうとするけど根本を研究しないで上っ面だけ真似する姿勢。車もそうでしたね。開発ということはしないで、作る工程だけで安くして売る、市場を荒らす、勘弁してくれっていう感じです。おまけに安かろう悪かろうをばらまく。バッテリーがいい例です。あれ、なんか日本がその安全確保のための試験マニュアルまで作ってやってもそれを守れない愚かさがゆえ、それに開発というものが製造における汗とは違う努力の結果だという、そういうことが分かるようにも分かることができないこと、これは決定的にダメなんですよ。平気で人のものを盗んで、それを自分のものとして売っちゃう原因ですよ。パクリは否定しません。より良いもの、自分たちの生活スタイルに合わせたり、使いやすくしたり、そういうのは歓迎できるものでしょう。日本もパクってきたじゃないかっていう人いますけど、ただパクってきたんだと思いますか？パクった上でそれをさらに良くするのが、日本のやり方だったと思いますよ。ただただ盗んでいって、ちゃっかり売ってるイチゴやリンゴやマスカット。開発者の苦労、その汗を理解できないのですよ。汗して建造しても、だの、儲けさせている、なんてぼやきが出てくるのは、そういう経験が乏しいからに他ならないと思うのです。知的財産権、これが理解できない、軽んじる連中に、
CTTPP は無理ですよ。そうそう、LNG タンカー営業の数字もね、本当なの？ってところがあります。スロット契約と呼ばれる LNG タンカーを建造する能力を確保しておく。建造ドックの予約みたいなのというだけのを混ぜてやしませんか？2020年6月にそういうニュースになってましたよね。そういうのも上回っているという能力なのかしらね。ところで誰より上回っているのでしょうね。さて、日本のせいかもしれないという理由ですが、途中にもバッテリーの試験マニュアルを上げた話を出しましたが、賠償金みたいなものを背びれば与え、車もバイクも技術は何でも教え、遡れば教育も文字もインフラも何でも与え、人からはただで何でももらえるものだと勘違いさせたのはまさに日本ではないかということです。百田先生ではないけど、本当にいろいろと与えてしまって申し訳ないのです。今後はきちんとビシッと毅然とした態度でやらなきゃいけないですよね。先進国になったらもらっている立場じゃなく与える立場になるんだって理解してもらわないとね。ロイヤルティを含み入りで仕入れ地を勘定して商売ができるか考えられるように、仕入れ地が高いからといって盗みはダメだってことを理解してもらわないとってことです。できるかな、できないだろうな。今週末から新作のサンダーバードの映画サンダーバード5555が公開されます。 CG じゃない本物のマリオネットのサンダーバード、楽しみで仕方ないマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。またお会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録お願いします。メンバーシップマリナ支援お願いします。